舞台東京リベンジャーズ天竺編、花垣武道役の木田翼です。皆様お久しぶりです。どうも。やっぱりこうこのトップ部に身を通すとすごく気合が入る気持ちになります。そしてね、なんかどうやらちょっとあっちの方でちょっと見てしまったんですけど、天竺のやつもありました。見たいでしょ。まあ、今回の天竺編、これをやるということは皆さん大好きなシーンが来るんじゃないかなということで、僕の親指くんたちが楽しみにしていますということで、伝わりますか皆さん。この親指で伝わる人は見てるね。ヒナとする会話っていうのはすごく大切な時間が流れていると言いますか、本当に純粋な中学生、中身はね26歳のねおじさんですけども、中学生のね本当に淡い青春っていうものもねたくさん味わえると思いますので、僕の一番っていうか、いっぱいあるんですけど、今回の天竺編においてすごく好きなシーンはやっぱヒナとの会話。もう本当にいろんなキャラクターの皆様にこの僕が今着てるトップ部の背中を押してもらっているので、魅力のあるキャラクターたちの本当に心のこもった戦いっていうものをまた劇場で皆様の前でお見せできるっていうのはすごくありがたいことだと思いますので、もう全身全霊命をかけて挑みたいと思いますので、ぜひ劇場でお待ちしております。舞台東京リベンジャーズ天竺編は2024年8月29日から31日まで大阪の森の宮ピロティホールにて、そして9月4日から16日まで東京 IMM シアターにて上演いたします。皆様この夏最高の演劇をお届けいたしますので、その目に耳に五感で感じて楽しんでいただけたらと思います。劇場でお待ちしてます。